こんばんは。こんばんは。何ですかこれ、サブチャンネル的なことになるの？いや今昼休憩なんですよ、はい、我々、はい、で早く食べ終わった我々やることなくて、で山田が今インテリアの打ち合わせ行ってて、今後くんも車でボイパしてます。車でボイパしてじゃ仕事してたね。なのでちょっと我々今別に回す必要もなかったんですけど、急遽回そうってことになって、で風磨がなんかやりたいっていう、カタンね、カタンの開拓者たちっていうめちゃくちゃ面白いボードゲームなんですよ。でそれを美少年がやってたんですよ。で今見てんだけど、いや簡単ですよ。一人一人がまず拠点を作って、うん、そこからこう道を増やしていったり、藤井くん、じゃあ、 あのワイプの左の子わかります？ワイプの左の子は大将。すげえ。右の子わかります？ナスくん。違います。浮所だ、浮所だ、浮所だ。全然ダメじゃない？全然ダメだったの、ビビった。都市ってのを作るとそれが2ポイント、それが合計で10ポイントになったら勝ちです。潰しちゃうことはないんだ。そうだから、あの邪魔するんですよ、陣地を広げさせない、ね、広げさせないよ。いやいや、今ちょっとこのカタンっていうのを学んでる。あ、カタンですね。これやったことあります？です。いや、やったことある感じで。カタンっすね。いや、これ、そう、なんかいろんな人に言われて、これいいっすよ。撮ってるかな、これ。そうだ。うん、ほんと、YouTube 止まってんじゃん。何ですか？でも山田がインテリアの打ち合わせするって言ってました。だから、その間に1本、ちょっと何やるか会議、企画会議みたいな。あーじゃないね。本当回ってます？回ってます。いいんですよ。回ってる。回ってんすか？今ちょっと企画会議したの、風磨と。あー、何やろ。カタン知らないですか？なんか、カタンの開拓者たちっていうボードゲームです。いや、これ面白くて4人でやれるんで。へえ。あ、そんな後輩のやつを。いや、俺やりたいと思ってたらやってたんですよ。あ、先にやられちゃったんだ。はい、俺の方がもういわば先にやってました。じゃあ家でやんだよ。そうだよ。YouTube でやってんの。やってました、岸とマリウスと。めちゃめちゃ喧嘩してました、岸とマリウス。喧嘩するの？このゲーム喧嘩するの嫌なんだよな。岸と、喧嘩は嫌ですね。岸とマリウスです。ものすごい喧嘩してました。浮所くんでしょ？あれ誰？佐藤龍我です。あー、誰が佐藤龍我？で黒の真ん中の子は那須くんだ。はい、よくわかりました。メンバーだけで試写会ね。あでもめちゃめちゃ喜んでましたよ、セブンのね、本当に。マジ？はい。へえ。超いいやつらっすね。めっちゃいい、濃いよね。ああ、来たよ。これマジでおもろいっすね。変わりました。これくらいの覚悟はないってやっぱダメなんだよ。そうっすね。自由でコラボする？うちもそろそろ誰とゼロとします。集め大事です。事務所ないですか？いやいや、それはやっぱ仲間の顔してるから直木マンション。いいですか？直木マンション面白いですよ、ね、いいですか？好きです。いいですか？あっちのあれもありますけど。ちょっと考えようね、コラボね。どこら辺がいいんですかね？誰でもいいってわけじゃないですか。ジュニアだったら誰がいい？はい、美少年、ハイハイジェッツ、セブンメン、少年忍者。
だから関西の A グループは。ジュニア嫌ですね。まさかの拒否権。じゃあもう回ってるから嫌ですねとかやめて。めっちゃおもろい。今のそのまま使ってほしい。その目なんだよ山田くん。その目です。そのまま戻ってきた。あの頃の山田。あの頃の山田涼介帰ってきました。ワイワイできないですし、あのフーマはできますけど多分。僕とロボ。そもそもワイワイしてない。今日どうした？なんか寝てないのかな。今日マジで一睡もしないですよ。なんで？なんで？寝なかったんですよ。なんで？いや子守歌歌いに行きますよ。絶対見せないから。親父と。寝れねえじゃん。LR で行きます。ビール飲み始めて寝れねえ。わちゃわちゃしてるジュニアの中に中丸くん一人だけ入れてみたってこと。いや全然いけると思うよ。苦痛でしかなくない。中丸くん見てる方も苦痛だと思いますよ。でもやっぱ少年クラブ MC のやっぱり経験ありますから。いやこの世代知らんのよだから。僕まあ風磨ぐらいでしょ。そうっすね。なんか見てたらトラビスとかケミオくんとかってやってた。そんぐらいの自由度欲しいっす社長。ヒカキンヒカキンくんはちょっと優しいよね。そうですそうです。なんかみんなのヒカキンじゃん。はいそうなんですよ。俺らだけのヒカキンが欲しいんだよね。あ俺らだけのヒカキンみんなに優しいからさ、いろんな方とやれるじゃん。多少エッジが効いてる人の方がいいってことですか。意外とやってないんだみたいな。そうそう意外と思う。あそこと、うん、あこの人たちも意外とやってなかったんだ、うん、で向こうのチャンネルにもプラスだし、こっちのチャンネルにもなんかプラスだ し、まあ、プラスだしみたいな。芸人さんとかもっと YouTuber の方がいいですかね。この人も面白いよ。アスシハメリコ面白い。あーこの人倉庫持ってるからめちゃくちゃ面白いですよね。マジで見たことある。ナイス。めっちゃおもろいよ。かわいい。かわいいよね。かわいいっす。ファーストテイクやりましょうよ。いいよ。ファーストテイクねやろうと思ってたの4人で。嵐嵐何人よ。300万人すげえ。やっぱヒカキンさんか。いいね。電話してみます。知り合いなんですか。いや、知らない知らない。なんだ今、ボイパで繋がってんのかと。いや、ボイパで繋がってんのかと。知らない知らない。何ページ見てるんじゃないんだろう。寿司ラーメンリック良くないですか。ねえ、リックにいいよね。あの倉庫行ってなんかクリップ取ったら誰かとコラボしてるイメージもあるしない。なんか一人で頑張ってますね、うん、お父さんと古墳とか強いよね。ラジオボールーカーあれも良かったな。ケンオンキーうわぁ頭俺も浮かれるやつ。あれ分かってても笑うよね。